先郊外は、江戸時代後期に髪型を中心に、西日本の町屋の若い既婚女性によく言われた曲げ。一般には、明治の末頃まで言われたという。現代では、舞妓が襟り替え直前の挨拶周りに言う。先郊外は、言う時に、郊外が不可欠な、郊外曲げの一種。後頭部で髪を一つにまとめて折り返し、郊外に毛束を交差して巻きつけた後、毛束を、 曲げの根元に折り返して持ってきて、さばき橋にする。髪飾りは、曲げの根元に手柄を巻きつけて、人揃いの櫛、郊外、前刺し、根刺し、一流を使用する。先、郊外と同じ言い方ではを水平にして、島田曲げに形を似せ、さばき橋がないものをき緒曲げと呼び京都の二十代前半頃の女性がよく言った。髪型を中心に、 西日本の既婚女性が多く言った、両輪曲げは、郊外曲げを、勝山曲げ風に言ったもので、先、郊外と見た目がよく似ている。先、郊外と違って、曲げの根を上げず、逆に下に折り曲げるのが特徴。ありがとうございます。